小泉京子さんはどうして香港のためには声を上げないんだろうか。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳朝家でございます。ですね、6月30日にですね、中国において香港国家安全維持法という法律が通りました。これはですね、香港の治安維持のために中国がですね、直接介入することができるというですね、とんでもない法律なわけですね。香港というのは1997年に中国に返還されました。で、その時に一国二制度という、まあ、ことをですね、国際的な約束にしていまして、香港の体制というのはその50年間は維持しますよと、一国二制度を維持しますよということでですね、まあ、世界中の国が香港に、まあ、いろいろ投資をしたりしてたわけなんですね。まあ、それをですね、一方的に破棄するようなですね、とんでもない法律だったわけです。これに対してですね、国際社会は中国に対して随分批判をしているというようなことになっています。ところでですね、最近検察庁法改正案というのがですね、日本の中で随分こう盛り上がっていました。芸能人の方がですね、随分こういうツイートをされて、それでですね、世論の大きなうねりになったんですね。それでですね、結局法案はですね、通過しなかったということになっています。なんですけど、その芸能人の方がですね、なぜかですね、香港のことについてはですね、あまり声を出さないんですね。で、現在香港においてはですね、中国というですね、独裁政権が香港のですね、自由というものを完全に干渉しているわけです。香港国家安全維持法という法律がですね、施行されてですね、その翌日であるですね、7月の1日にはですね、370人の方が逮捕されるというような状況になっています。しかもこれはですね、安全維持云々と言いますけども、これ普通にですね、デモやってただけなんですよね。まさにですね、デモが萎縮している状況になっています。だけどですね、日本の芸能人の方っていうのはですね、もう全くそういうことについては興味を持さないみたいで、先ほどですね、検察庁法改正案についてはですね、まあ、強烈に反対をされていた小泉京子さんもですね、まあ、全くこう、なんか無視しているような状況なんですね。少なくともですね、先ほど私が確認した中においてはですね、香港に対することはですね、全然書いてないですね。で、なんでですね、この日本のすぐそばで行われている、その中国におけるですね、人権弾圧についてはですね、声を上げないんだろうなというふうに思うわけなんですよ。ちなみにですね、検察庁法改正案に関して言うと、これはですね、行政府がですね、司法に介入することが可能であるというようなことがですね、皆さんが反対されていた理由の一つだったわけなんですね。三権分立の原則が侵されると、まあ、いうようなことで反対されていた方が多い。今回のですね、香港国家安全維持法に関して言うとですね、香港のその捜査、司法云々に対してですね、中国が干渉することができるんですよ。で、これは中国側が決められるんですね。香港側にはその拒否をすることができないわけなんですよ。もちろんのことながら中国というのは三権分立なんかありませんから、まあ、一応その組織として分かれてるんですけど、そんなものあってなきにごとくですからね。それを香港に適用する内容になっているわけですから、これは検察庁法改正案どころではないんですよ。で、なおかつですね、その裁判は、これ、中国が直接関与した場合なんですけども、メディアも入らない秘密化という裁判で行われるということなんですね。メディアも入らないんですよ。こういうようなですね、とんでもないようなことが行われているにもかかわらず、全然声を上げないと。これに声を上げない人って一体何なんだろうって思うわけなんですね。まあ、その、普段からですね、人権だとかですね、その、自由だとかっていうことについて興味を持たれてない方であるんだったらですね、まあ話は別なんですけども、そういうことに対して興味を持ってですね、まあ安倍政権は独裁だなんだとかって言ってる人たちがですね、中国に対して声を上げないっていうのはですね、非常にこう不思議なことだなというふうに思うわけですよ。で、まあこれはですね、中国のことだし、香港のことだし関係ねえじゃんっていう人がいるかもしれないんですけども、これはですね、実は日本にも密接に関係があるんですね。で、なぜかというとですね、これは外国にもですね、この法律って適用されるんですよ。外国人が外国で行った言動も対象になるんですね。で、まあもちろんですね、これは中国だとかですね、香港政府に対して憎悪を募らせる言動を行った場合とかって書いてあるんですけども、こんなのはいかようにでもですね、解釈可能ですからね。なんだって解釈するのは中国政府ですから。日本人が日本においてそういうような発言をしてもですね、そういう対象になって処罰される可能性があるわけです。もちろんですね、処罰するって言ったってですね、彼らがですね、日本に来てそういう人をですね、捕まえるってことは現実的には難しいんでしょうけども、例えば中国に行った場合ですね、それをまあ、そういう発言をしてた芸能人の方とかがですね、中国に行って中国の映画祭かなんか行った時に、それを理由に逮捕される可能性だってゼロではないんですよ。これなのになんで声を上げないのかなというふうに思うわけなんですね。こんなの先ほど言いましたように、検察庁法改正案どころの話じゃないんです。こういうようなことをおっしゃってる方々っていうのはですね、全くのダブルスタンダードではないのかなというふうに思うわけなんですよ。
でですね、ここまで言った中において、まあ、私はあの小泉今日子さんについてですね、批判的にちょっとお話をさせていただいてるんですけども、多分ですね、こういうことをおっしゃる方がいると思うんですよ。小泉さんはですね、これについて反対されていると。事実ですね、この彼女はですね、この香港のですね、国家安全維持法の、まあ、反対の署名について署名活動をしていると。署名をされていると、ね。つまり反対の意思を示しているっていうふうにおっしゃると思うんですよ。確かにですね、彼女はですね、6月の、あの初めの頃だったかな、自分のツイートの中でですね、そういうようなことをですね、挙げていらっしゃいます。そういう署名をしましたというようなことを言っています。つまり彼女は少なくとも反対の意思を示してるんですね。だけどですね、私ね、こういうようなものってね、すごく詭弁さを感じるんですね。もっと言うとですね、いわゆるその、こういうことを言われた時のためのアリバイ的に反対のポーズを取ってるに過ぎないんじゃないのかなというふうに思うわけなんです。つまりですね、中国はですね、この程度だったらですね、大きくまあ反発しないだろうということをですね、ある種計算してやってんじゃないのかなというふうに思うわけです。少なくとも彼女がですね、検察庁法改正案の時にまあ上げ続けていた、繰り返し繰り返し上げてですね、いろんな方のリツイートをされていらっしゃった、まあそういうようなことをやってたですね、時間と労力と情熱の傾き方からするとですね、今回のですね、まあ署名活動をしましたなんていうのはですね、明らかにおかしいことなんですね。しかも彼女自身はですね、最近のことではそういうことを取り上げてないんですよ。370人もですね、逮捕されたということに対しても何も言ってないわけなんですね。これっていうのはですね、非常なダブルスタンダードではないのかなというふうに思うわけなんですよ。もちろんですね、声を上げるのは自由なわけですけど、声を上げないのも自由なわけです。だから、これについて私は声を上げませんというからにはですね、まあ別にそれは強要することはできないわけですよね。とはいえですね、政治的発言を繰り返していらっしゃる方、まあ、最近よく繰り返していらっしゃるわけですよね。都知事選挙のことにも随分こう、ツイートされてる、リツイートされたりしてますけども、そういうような方がですね、日本の近辺で行われている人権侵害に対して、これだけまあ、政治的発言を繰り返していらっしゃる方がですね、何のコメントも出さないっていうのはですね、どういうダブルスタンダードなんだなというふうに思うわけなんですよ。ね、やんないのは自由ですよ。自由だけれども、自分がいつもですね、言ってらっしゃる、政治的発言を繰り返していらっしゃる方のですね、の行動との整合性が取れないんではないのかなというふうに思うわけなんです。まあ、このようにですね、なんで彼女が声を上げないんだ、っていうようなことを言ってるんですけども、当然彼女だけではないんですよ。で、今回ですね、まあ、何人かですね、よくこう政治的な発言をされる芸能人の方のですね、そのツイートを拝見したんですけども、ごく少数の例外を除いてですね、ほとんどこれについて触れてないんですよ。これはまあ簡単な話なんですよね。簡単な話なんです。で、それは金を失うからですね。中国という巨大なマーケットのお金を失うからなんですよ。これはですね、日本の芸能人だけじゃないんですよね。ハリウッドスターなんかもそうなんですよ。ハリウッドもですね、ほとんどがですね、これ中国の蜜月なんですよね。ほとんどが中国批判なんかしないんですよ。なぜなら中国批判すると、中国でですね、放映できなくなるからですね。映画作ったって放映できないからです。だからリチャード・ギアさんなんていうのはですね、この方はずいぶんそのチベットのことについてですね、まあ入れ込んでいらっしゃって、まあ仏教徒でいらっしゃるんでね、その中国批判を繰り返していたんですけど、おかげでですね、ハリウッドの方の映画ではですね、ほとんど出れなくなってしまったんですね。あんな有名な方でいらっしゃるにもかかわらず。このようにですね、まあ金を失ってしまう、まあ仕事を失ってしまう、そういうようなことをしたくないがゆえにですね、中国批判をしないんだなというふうに思うわけなんですね。自分が絶対安全な場所で、自分が不利益を絶対被らない場合のみに声を上げるふりをしている。それが日本で声を上げているというですね、芸能人の方々のやってることなんではないのかなというふうに思うわけです。そして、そういう人というのは、本当に国家権力が暴走して、本当に国家権力が弾圧を繰り返したりした場合っていうのは、むしろ反権力を標榜している奴らこそが、権力に迎合するんだろうと。私は思うわけです。彼らが日本社会の中において中国に対して声を上げないということは、ね、日本がもし中国のような国になった場合、それに対して積極的に迎合するということの証明なんではないのかなというふうに思うわけなんです。検察庁法改正案というのは、私も、ね、廃案にするべきだと思っています。その時にですね、なんか知んないけどですね、繰り返し繰り返しそういうようなですね、ツイートをしてですね、反対だ反対だって言ってた芸能人の方々、小泉今日子さんのような方々っていうのはですね、なんで香港に対しては、ね、それ以上の情熱を持って反対しないのかということをですね、ぜひですね、説明していただきたいなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアットつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。